これから攻撃のベイスターズが1点リード。5イニング目に入りました。マウンド上の紀藤です。1つ これはファーストの右、ファールです。変わっておりません。センターへ打ち返した。ライトがその真ん中だ。破ったヒット、長打コース。バッターランナーはセカンドを回ったところです。とボールが今帰ってきました。ツーベースヒット。横浜く入ってる。ストライクボールはっきりしてる、はい、その中で今こう一生懸命こう踏ん張ってるところなんですよね、そうなるとこの5回っていうのがまた一つのこうポイントになってくるポイントになります、ベイスターズ2番の進藤、ファーストフライとフォアボール。セカンドランナーは石井です。これはねやはり送ってくるっていう可能性が強いですね。バントの構えも絶好調の間、紀藤さんが踏ん張って頑張れば必ず取り返してくれる。だから頑張れ。いただきました。ありがとうございます。秋久の広種さんより、紀藤さんきっと逆転するから頑張ってください。ありがとうございます。三原の岡島さんは、紀藤さん2回の谷繁のホームランなんか気にせずに関東勝利向かって頑張れ。ありがとうございます。近藤監督送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナーが3塁。今日はフォアボールが2つ。この佐伯が去年あたりから非常に成長してまいりました。今年はベイスターズの3番を任されております。ランナーは3塁に石井。若手の中で一番近藤監督が期待してる打者ですね、この佐伯ですね、はい、おーっと近いところ、マウンド上の紀藤。ここまで打たれたヒットは3本。しかし谷繁の一発がありました。やはり、まあ、あの両外国人選手を反すればね、やっぱり一番警戒してると思うんですよ。あ、これもボールです。回らなかったんですね。回らない。ということはレフト方向の打球結構多かったんですけ ど、やはりその思いっきり振り出して引っ張ることもできるようになりましたね、はい、投げる方にとってやはりちょっと怖さありますね、この体と。体も非常に大きい佐伯だったんですが、これで佐伯は3打席連続フォアボールです。今日のブラックスはライトフライト、空振り三振。落ちるボールを振らせました。マウンド上の紀藤。まずは低めのフォークボールなんですけど、ですからもう本当にこのケース、まあ、外野フライで1点なんですけど、とにかく、まあ、ストライクゾーン高めは絶対ダメですね。高めはダメ、スライダーですかね。スライダーか、だからファールを打たしておいて最後にこれ落ちるボールで空振り三振取ると。おお、これは外れ、反対来ましたけど、はい、高さ的には入ってるんじゃないかっていう思ってるんですね。打ち上げた。バックネットを越える。今のは怖いボールですよ。今のは怖いボールです、サインが出た。おお、140キロの今は意識しすぎたんでしょうね。抑え込みすぎたって言いますかね。これで落ちるボールですね。ここでですね、ブラックスも頭入れてますよ。落とした。そしてファーストランナーが挟まれた。